エタノールアミン2、アミノエタノール内しは、モノエタノールアミンは、一級アミンと一級アルコールの両方を有する有機化合物である。他のアミン同様にモノエタノールアミンも弱い、塩基として採用する。エタノールアミンは、毒性、可燃性、腐食性を持つ、無色、年長な弱いアンモニア臭がする液体である。エタノールアミンの屈折率は1.24539で、ある。 消防法に定める、第4類危険物、第3石油類に該当する。一般にエタノールアミンは、ジエタノールアミンや、トリエタノールアミンと区別する場合は、モノエタノールアミン内誌は、メアと呼ばれる。モノエタノールアミンは酸化エチレンとアンモニアを反応させて製造される。さらに酸化エチレンが反応すると、DEA や T が得られる。エタノールアミンは、臨脂質の2番目に、 豊富な頭部構造であり、それらは生体膜中で見出される。エタノールアミンは、抗ヒースタミン薬の共通構造において、ジフェニルメタンに連結しているエチルアミン部分として見出される。例えばジフェンヒドラミン、フェニルトロキサミン、ドキシラミン等の部分構造である。これらは第一世代の抗ヒースタミン薬であり、今日でもアレルギー疾患に有効である。しかし、 スイッチ OTC や、処方医薬品のロラタジンや、フェキソフェナジンなど、新しい第二世代抗ヒスタミン薬も登場している。第一世代は、エタノールアミンにより、血液のお冠物を通過するので、バルビツール酸系を凌駕する鎮静作用を持つ。この理由のため、エタノールアミン構造を持つ、抗ヒスタミン薬の強い眠気の作用を避けることができる、第二世代抗ヒスタミン薬が、 しばしば処方される。逆に、この鎮静作用を持つため、第一世代の抗ヒースタミン薬は、抗アレルギー薬として、以外にも、睡眠導入剤として、薬局薬店で販売されている。メアは、様々な酸性ガスの吸着剤として、水溶液が利用される。あるいは海面活性剤、乳化剤、磨き粉、医薬品原料、防食剤、化成品としても利用される。 また薬剤学的には、メアは干渉剤や乳化剤として、原体のまま利用される。メア水溶液は、都市ガスの吸着アミンとして、ガス洗浄に利用される。例えば、排ガスから二酸化炭素を除去するのに、メア水溶液が利用される。水溶液は混合ガスから特定の成分を抽出するのにも利用される。すなわち、酸性成分は中和によりイオン化することで、 水溶液に溶解する。低温の目安水溶液は極性物質であり非常に安定である。そのため混合ガスをガス洗浄して酸性ガスを除去するのに利用される。スクラバ装置では大きな表面積で目安水溶液と混合ガスとを接触させ硫化水素や二酸化炭素のような酸成分を選択的に除去する。すなわち、 メア水溶液のようなアルカリ水溶液を使えば中和されて H2S は硫化水素イオンとして二酸化炭素は炭酸水素イオンとして水溶液中に存在する H2S や CO2 は弱酸性のガスなので水酸化ナトリウムのような強アルカリ水溶液では一度吸着したガスを放出することができないしかしメアは弱塩基なので洗浄液を加熱することで H2S や CO2 を再放出することができる。それゆえ、メア洗浄液は再生装置にかけることで、リサイクルされる。すなわち、メア洗浄液を加熱すると弱酸性ガスのみが、有利型になり放出されて、メア溶液は純度を復元し、スクラバ装置に戻され再利用される。ありがとうございます。